本田正信とはどんな人？謀略の達人は軍事がダメだった。本田正信は徳川家康の懐刀として豊臣秀吉における黒田官兵衛のような役割を果たした豪将です。しかしながらその人生は波乱万丈。一度は家康を裏切り、松永久秀に仕えるなど一筋縄ではいかないくせ者でもありました。今回は家康の後半生になくてはならない功績を残した本田正信について解説します。鷹匠から取り立てられるも一向一揆に加担して出奔。本田正信は天文7年1538年、本田利政の次男として三河の国で生まれます。当初は鷹匠として家康に仕えますが、桶狭間の戦いでは足軽として従軍し、丸根砦を攻める途中に膝に傷を負い、以来足に障害が残りました。桶狭間の戦いを契機に今川氏の勢力が減退、徳川家康は自立を果たしますが、そんな最中の永禄6年1563年、三河で一向一揆が発生します。熱心な門徒だった正信は弟と共に家康を裏切り、一揆勢に加担します。一向一揆は家康が何とか鎮圧、その後一揆に加担した者も許すとしますが、正信は居心地が悪く三河を出奔しました。本田正信は戦国の共有、松永久秀に仕えますが、やがて久秀の元を去り諸国を流浪していきました。松永久秀は正信を、徳川の侍には珍しく武勇一辺倒ではない人物で、強くも弱くも卑怯でもない、非常な器であると評価したそうです。謀略家は謀略家を知るということでしょうか。本能寺の変後に家康の元へ帰還。流浪している間の本田正信については詳しいことは分かっていませんが、やがて知人の大久保忠世を通じて家康への帰参を望みます。大久保忠世の働きかけにより家康は正信を許し、早ければ姉川決戦の頃、遅くとも本能寺の変の少し前には正式に帰参しました。本能寺の変の少し前の説を取ると、正信は20年近く出奔していたことになります。正信の幸運は家康に帰参した頃、それまでの家康のブレーンだった石川数正と酒井忠次が一人は出奔、一人は引退でいなくなっている点です。徳川家康には彼らに代わるブレーンが必要で、地の部分を本田正信が、武の部分を徳川四天王がそれぞれに担当していきます。本能寺の変の後、本田正信は家康が支配した旧武田領、甲斐と信濃の統治を任されて奉行に任じられ、それと同時に不穏な動きを見せる武田家旧臣の徳川家への取り込みを担当して見事に成功させました。これが正信の帰参後の初仕事ということになります。小田原征伐後に1万石の大名へ。天正18年1590年、小田原征伐が終わり、家康が豊臣秀吉の命令で関東に移ると、正信は相模の国玉縄1万石の所領を与えられ大名になりました。正信の手柄には槍働きがありませんが、それが時代の流れであり、武力より外交力や経済のような文書とそろばんの能力に長けた人間が重用される時代が来ていたのです。もちろん徳川四天王のような武力で徳川家康に仕えた人々には、本田正信はそろばんと口先で家康に取り入る腹黒い男にしか見えず、嫌われることになりました。同じ本田姓である本田忠勝は、同じ本田でもあいつとうちは無関係と切り捨て、榊原康政に至っては腹綿が腐った男と最大限に罵倒されています。しかし正信は己が嫌われていることをよく知っていて、嫉妬を受けないために家康からの家蔵の話を断り、息子の正純にも、家蔵の話があっても3万石以上は避けよ、そうしないと当家には災いが起きると忠告しています。結局正純は言いつけを守らずに陰謀に巻き込まれて非業の死を遂げるのですが、この点を見ても正信の非凡な謀略の才能がわかりますね。正信には軍事の才能がなかった？槍働きで目立った手柄がない本田正信は、実際に軍略が下手だった可能性があります。それが際立ったのは、徳川家康が上杉征伐に向かった途中、
小山に陣を敷いた時、石田三成が家康討伐の兵を挙げたことについて協議した小山評定でした。家康は主だった豊臣恩子の武将を召集して、秀頼公に害をなす君側の奸臣三成を討つため、上杉討伐を中止し政治をすると考えを打ち明けたのです。多くの大名は大阪城に人質を残しており、家康に従うかが微妙だったので、ここで家康に付き従う大名がどの程度いるのかを見極めるのが目的でした。家康の問いに対し、豊臣恩子の筆頭福島正則が家康のために命を投げ出すことを誓い、さらに山内一豊が家康に城を明け渡してもお供すると進言し、それに多くの大名が追従します。ところが全体の会議に入る前、徳川の身内だけで行った表情で本多正信は、豊臣恩子の大名は大阪に人質を残しているので信用できない、全員解放して箱根で三成を迎え撃とうと珍妙な発言をしたらしいのです。もし正信の進言を入れていたら、家康は豊臣恩子の武将に逃げられた上に、箱根の西を石田三成に握られて戦う不利な体制になったでしょう。さすがの家康も正信のトンチンカンな提案には賛同せず、井伊直政の戦争は時の勢いという意見を採用して小山評定となったのです。これが事実なら、正信は軍事に関してはほとんど音痴だったと言えるのではないでしょうか。実際に徳川秀忠にくっついて上田城を攻めた時にも、正信は真田昌幸に翻弄され大苦戦する中で有効な手は打てませんでした。江戸幕府開府に尽力。関ヶ原の戦いに勝利した後、本多正信は家康が将軍に就任するために朝廷との交渉で尽力します。さらにこの頃、本願寺で前発祖京女と現発祖純女の兄弟が対立したので、正信はこれをチャンスと本願寺勢力の分裂を促すように家康に献策しました。もともとは熱心な一向一揆の門徒であった正信が、こういう献策を平気でするのが正信の凄みだと言えます。慶長8年1603年に家康が将軍職に就任して江戸幕府を開府すると、家康の側近として幕政を主導するようになりました。徳川家康は慶長10年には将軍職を退いて、秀忠に2代将軍を譲り大御所となります。すると正信は江戸の秀忠の下で幕政に参画し、慶長12年からは秀忠好きの老中に就任します。どうして正信が大御所になった家康の元にいなかったのか不明ですが、秀忠を牽制して勝手なことをしないように家康に命じられたとも考えられます。大阪の陣でも家康に多くの献策をしましたが、老齢のために体の自由が効かなくなり、後を息子の本多正純に譲り、家康の死後2ヶ月が経過した元和2年1616年6月7日に79歳で病死しました。居眠り正信。徳川四天王に激しく嫌われた本多正信ですが、家康とは絶大な信頼で結ばれていたそうです。二人はまさに阿吽の呼吸であり、激しく議論しなくてもお互いの気持ちが分かったと言われています。本多正信は家康の意見に反対の時には途中から目を閉じて眠ったふりをし、それに気づいた家康が意見を変えると、今目を覚ましたように顔を上げて家康の提案を褒めそやして持ち上げたそうです。一歩間違えれば、バカにしてんのかで手打ちになりそうですが、君臣は微妙な呼吸で押し寄せる困難を乗り越えて徳川の天下を実現したのですね。戦国時代ライターカワウソの独り言。単純な武人と違い、謀略の担当者は主君の信頼をつかむのが難しいものです。日頃陰湿な計略に手を染めているのですから、主君の疑いが自分にかかればそれを晴らすのは困難です。さらに他の家臣にも距離を置かれるとなれば、任務が大変な割に報われない仕事であるとも言えるでしょうね。正信が家康の信頼を維持するのも人知れぬ大変な苦労があったのではないでしょうか。